ばんは。今回はこの暴走仁王がね、新規開放したので使っていこうかなと思います。それではどうぞ。後継者クリミウエレンファ、その編成めちゃくちゃコルネ刺さってねえか大丈夫なのか。まあ少なくとも自分の編成にコルネ入ってないので、暴走仁王でいけるかどうかですね。ちょっと後継者の削りだけが怖い感じですかね。ここはまあサテライトで抜いて、どうしましょうか。一旦交代時で貯めて仁王ですかね。いいスマッシュ。ここで仁王。お相手も瞬間移動、定番とか取りやすいのが、まあ、今回の仁王のいいとこなので、そこをお見せしたいですね。不読効がついたのはかなりでかい。封印効かないのは偉いですね。はいはいはい。おお、危ない危ない。ドロー、ロブで、SSS までがちょっと長いですが、そこ乗り切れば、ちょっと待って、いけない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 。よし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 。はい。はいはいはい。ほい。ほい。これとかも、ほら、いい感じにね、着弾地点に飛んでくれるので、定番が怖くないんですよ。これがいいんですよね、暴走仁王が本当に。全然怖くないっすよ。はい。チャージ。あー、ちょっと待って。反応が遅かった。さすがにね、PS は必要になってくるんですが、やっぱでも定番が効かないのはいいですね。瞬間移動といえばやっぱ定番が弱点になったりはするので、そこ克服してるのは偉い。確かなんか2失点でしたっけ ?2 失点とかすると、なんかブレ玉とか瞬間移動が、瞬間移動じゃない。チャージが強化されるんでしたっけ、こっから。でね、さっきみたいな感じで、その、なんか SS とかを相手の取るときってなんかね、意外とこの瞬間移動2式って使いにくいんですよね。早めに飛ばないと結構腹パンしちゃうので、そこは注意が必要かなとは思いますね。はいはいはい。ブレ玉。チャージ早い早すぎでしょ。速攻で溜まるんだが。おい。やつえいいっすね、このブレ玉。はいはいはい。キアラ緑シャル。おー、いいね、いいね、いいね。こういうの倒したら強いっすよね。ただ、緑か。緑がちょっとあんまり相性よろしくないかもしれない。ただ、シャルが赤ラケだから、これワンチャンあるかも。アスララケじゃないシャルだったら、ワンチャンあるかもしれんな。はい、ボレー。はいはい。初手取って、ただ、SSS だからな、ちょっと、すぐに渡せないのがちょっと難点ではありますが。ロブ。はい。ある程度溜まってからですかね。ここでパスしちゃおうか。ちょっと、瞬間移動使いたいしな。はい。ルーシェ打ってからパスも良かったんだけどな、遅らせるって意味では。シルビア、はい。この対面はちょっとな、緑はあんまりやりたくないんだけどな。たまる。これ効かないもんね。オロッキー、それはでかいですね。でこれ一応ね、 SS って判定じゃなくなったので、緑とかにカウンターされなくなったのはでかいのかなと思いますね。この分身とかもさ、普通だったら3回ともカウンターされちゃうんだけど、それがなくなったのはかなりでかいかなとは思いますが、ただどう点を取りますかと言われるとちょっと難しいかもしれん。ダメ特化にもしたいんだけどな。そうすると SSS までがちょっと遠くて、ほい、なして、こっち狙いまくればいいのか。ほい、 SS が 100% ならアウトしないとかいうものがあるんですが、ほい、上玉、まあ、そろそろ 100% かな。あ、100% なりましたね。じゃ、こっからはアウトしないと。はいはいはい。アウト誘います？アウトしない。おー、よし、オッケー。いいね、いいね、いいね。シャル来るか。シャル来ます？キアラー。なるほどね。じゃあ、これで、はい。ギミック打っときますか。はいはい。スマッシュ。いいね、いいね。で、そうすると多分シャル来るんじゃないのかな。シャル来ます？あ、緑ね。はいはいはい。ちょっとな、この対面じゃあんまり、おぉ、あんまり瞬間移動いけないかもしれないですね。ただやっぱ定番取りやすいのは、かなりいいんじゃないのかな。ここであんまり むやみに使うもんでもないんですけども、ちょっと待って。
結構もともとの瞬間移動と違って着弾地点のあたりにつくので、速い球に関してはちょっと苦手になっちゃったかもしれないですね。逆にほい、ちょっと待って下手。意外と瞬間移動やっぱ使うのが難しい。ほい、おばちゃが早すぎない？ちょっと待って、めちゃくちゃおばちゃが早いんだけど。鬼門解放で強いな。こういうその相手が全然チャージを許してくれない相手でもひたすらずーっとブレ玉を打ち続けることができると、いやこれ面白いな。ほいほい、いやー、ちょっと待って、瞬間移動あるじゃん、なんで使わないの？バカなのか。バカなのか、瞬間移動忘れておる。ほいほい、イエーイ、もうもうほい、もういいや、もう分身狙いまくるわ。ほい、イエーイ、後ろ抜く、甘いな。エムシャル来てくれた方がちょっと取れ高的にはいいんだけどね。いいねいいね、ブレ玉で点取っていきますよ。ほい、SS はまだですかね。こっちですね。はい、こっちなんですね。はい、こっちですね。アウトしないって強いね。危ない危ない。ほい。分身も狙いつつね。イエーイ。割と緑も勝てるかもしれん。うわー、手塚。手塚アクセラ1か。なんか珍しいキャラがオンパレードですね。なるほどね。これは参考になるのか。まあ懐かしいけどね、このアクセラと、うわアクセラとさ、暴走仁王のこの対面。懐かしいけども、一旦ティアラでちょっと溜めていきたいですね。うわー、ベクトルショット懐かしい。いや今もあるけど、うわー、ちょっときつい。まあ今見切りが、うわー、ちょっと見切りがあるけどね。じゃあここで、うわ懐かしい、この対面、暴走仁王 VS アクセラ。いやー、いく、お、びっくりした、アウトか。はいはいはい、昔を懐かしむというか、手塚は来ないでね。オッケーオッケー、はいはいはい、とりあえず SSS まで貯めていきたいですね。まああの1回しか打てないっていうやつから SSS になったから、うわーちょっときつい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 、きつい感じっすよね。で、あの瞬間移動が瞬間、うぃー、ちょっと待って、瞬間移動二式になったってことで、元々の瞬間移動と違って結構ね、近いところに飛ぶんですよ、着弾地点の。あそこが違うとこですかね。ほい。いや、ちょっと待って。いや。SS、はい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 。まあでも手塚 VS 暴走仁王も終わりとか。手塚って確かあの暴走仁王の対策で作られたんですもんね。おお、危ねえ。はいはいはい、イエーイ、こういうこともできるわけですよね、瞬間移動2式だから。定番とか、あとオンザとか、そういうのは結構取りやすくなってますね。ほい、いいねー、なんか昔を懐かしむ、なんか懐かしい暴走仁王だな。はい、こんな感じでした。まあ、暴走仁王は、まあ、結構ね、仕様変更して、まあ、ガラッと変わっちゃったっちゃ変わっちゃったんですけど、それしてもやっぱね、瞬間移動錦が面白かったりとか、あとめちゃくちゃ速いブレ玉とかね、打てるんで、そこがかなり面白そうではありますね。で、まあ、このオートスキル1の、この SS ゲージが 100% の時、アウトしないっていうのもかなり偉いですし、なんか、結構ね、もともとはダメージで戦うとか、まあ、一生つく吐き抜けで戦うとか、そういった感じだったんですけど、今回に関しては、まあ、アウトしないがついたので、まあ、めちゃくちゃ速いブレ玉で取りに行くみたいな、結構ね、使い方が変わった面白いキャラですね。といった感じで、それではここまで、ありがとうございました。お疲れ様です。